免疫というのは、実体的な言葉で、感染、病気、あるいは望まれない、侵入生物を回避するために、十分な生物的防御力を持っている状態を指す。免疫には特異的な要素を持つものと、非特異い的な要素を持つものがある。非特異い的要素は、障壁として、働いたり、抗原特異性に関かかわらず、広い範囲の微生物を排除する働きを持つ。 免疫系のもう一つの種類の要素は、遭遇した新しい病気を脳のに、それら要素を適応させて病原体特異的な免疫を生じることができるようにする。適応免疫はしばしば免疫がどのように誘導されるかに依存して二つの主要な型に分けられる。自然獲得された免疫は、病気を起こす病原体との接触で生じ、この際病原体の接触は、 恋ではない。対して、人為的獲得免疫は、ウイルス接種のような意図的な行為によってのみ、発達するものである。自然獲得免疫も、人為的獲得免疫も免疫が、宿主に誘導されるかあるいは免疫された宿主から、受動的に移動するかによって、さらに分けられる。受動免疫は免疫を持った宿主から、抗体や活性化 T 細胞を移動して付与される。 有効なのは短期間で普通数ヶ月しか続かない。一方、濃度免疫は宿主体内に抗原によって誘導され、もっと長期間続いて、時には生涯にわたる。数に免疫のこれら分類をまとめた。適応免疫のより細かい分類は関与する細胞の特徴でなされる。体液性免疫は分泌された抗体で媒介されるが、 細胞性免疫で提供される防御は T 細胞のみである。体液性免疫は生体が自分自身の抗体を産生するときの動的であり、個人間で抗体を移すとき受動的である。同様に細胞性免疫では生体自身の T 細胞が刺激されるときの労働的で、他の生体から T 細胞を持ってくるときは受動的である。 19世紀のこれら流行を表したの免疫の概念は数千年の間人類の興味を引いていた。前世時代の病気に対する考えは超自然的な力が原因で神あるいは敵のそばで魂に尋ねてきた悪い行いや悪魔の考えを神が罰する形が取られたものとされた。ヒポクラテスと19世紀の間には科学的方法の基礎が作られ、 病気は四つの気質、黄色単獣、黒色単獣の一つが変化するかバランスが崩れることに返せられた。この期間に人気があったのは、正気論である。これらや、黒死病は、悪い空気の有毒な形である正気によって、起こるとされた。誰でも正気に接触すると病気にかかった。近代的な言葉、免疫イミュニティは、ラテン語のイミュナイズに由来する。 兵器サービス、納税、あるいは他の公共へのサービスからの免除を意味している。書いた記録に免疫概念が最初に現れるのはアテネのトキディレスによって BC430 年に書かれたものである。彼は病人や死にそうな人は病気から回復した人々によって手厚く看護された。なぜなら彼らは病気の経過が分かっており彼ら自身はもう心配はなかったから。 そして以前病気にかかったものは二回はかからず死ぬことはないと記した。免疫なる言葉が BC60 年頃詩人マルクス・アンナイウスルカヌスによって読まれた女子詩ファルサリア中にも見受けられる。彼は北アフリカ部族の蛇毒抵抗性を描写した。特定の病気の病原体によって引き起こされる免疫についての記述が最初に臨床的な視点でなされたのは おそらくイスラムのイシャルラーズイーによって書かれた、キターブ・ファイ・アル・ジャダリはあるはずば、天然痘及びマシンについての論文、翻訳1848年であるだろう。論文中彼は、天然痘とマシンの臨床描写を行い、これらの特定の病気を起こすものに接触すると、長続きする、免疫イミュニティがつくことを示した。しかし誕生後間もない科学である、免疫学が、 いかに細菌が病気を起こすか、そして感染後いかに人の体がさらに障害を受けないよう抵抗力を獲得するのかの説明を始めるまで、ルイパスツールによる病気の病原体説まで待たねばならなかった。ルイパスツール実験室にて、1885年受動免疫による治療は、ポントスのミトリダテス6世に始まるだろう。彼は毒に対して、 自身を強固にしたいと思い、抵抗力をつけるために毎日致死量以下の毒を飲んだ。ミトリダテスは地球上のあらゆる毒から身を守るために宇宙の下毒者になるとも言った。約2000年近くの間毒は病気の原因に最も近いものと考えられ、ルネサンス時代は様々な物質の複雑な混合物、これはミトリデートと呼ばれたが、それが中毒の治癒に用いられた。 この治療法の改良版は、ソラヤカム・アンドラマキアで、19世紀までよく、用いられた。1888年、エミリー・ルーとアレキサンドル・イエルさんはジフテリア菌毒素を、断離した。そして1890年、ベーリングと北里によって、ジフテリアと、波礁風に対する免疫に基づいて、高毒素が発見された後、高毒素が、 近代治療免疫学の主要で最初の成功となった。ヨーロッパでは、濃度免疫の導入が始められ、その試みに、天然糖が含まれていた。しかしながら、免疫処置は少なくとも千年の間様々な形で存在していた。免疫処置を最初に用いたのは知られていないが、a d 千年頃であり、中国人は、天然糖の傘蓋で作られた粉末を乾かし、 吸い込むというような免疫処置の形となるものを実際に行い始めていた。15世紀頃のインドとオスマン帝国と東アフリカでアバタを作ることはごく普通のことになっていた。このアバタ作りは18世紀初めメアリーを取れ、モンターギュ城によって西洋に紹介された。1796年、エドワード・ジェンナーは死んでいないウイルスだが、 天然痘に対する免疫を誘導する牛痘を用いたより安全な接種法を導入した。ジェンナーの取ったやり方の成功とそれが一般的に認められたことは、その後19世紀終わりにワクチン接種の性質の一般性がパスツールによって導き出され発展したことへつながった。受動免疫は既存の抗体の形で、ある個人から他人へ、 濃度免疫を移動することである。受動免疫は、母親の抗体が胎盤を経由して胎児に移動される、時に自然に起こりうる。受動免疫は、高レベルの人の何らかの病原体や毒に対する、抗体を、免疫のない個体に移すような場合に、人為的にも誘導される。受動免疫処置は感染の高いリスクがある時か、体が、自身の免疫応答を発達させるに、 十分な時間的余裕がないとき、あるいは罹患中か、免疫抑制的な病気の症状を収めるために、用いられる。受動免疫は、即時的な防御を提供するが、生体自身は、記憶を生じさせない。従って患者は、後で、同じ病原体に感染するリスクを持つ。母親による、受動免疫は、自然に行われる、獲得受動免疫の方であり、 妊娠中母親によって胎児に運ばれる抗体を媒介とした免疫を指している。母親由来の抗体は胎盤細胞の FCRN 受容体によって胎盤を通って胎児に渡される。これは大体妊娠第3月に起こり、イグが唯一の胎盤通過可能な抗体イソタイプである。受動免疫は母乳中のイが抗体の移動によっても提供され、新生児が 自身の抗体を合成できるまで新生児の消化管に入って細菌感染を防御する。生産されたジフテリア抗毒素の最初の瓶詰めの一つ、人為的な獲得受動免疫は抗体を移動させて短期間の免疫処置を行うもので、抗体は人あるいは動物の結晶としてプールした免疫グロブリンとして常駐で、 緊中で、内しモノクローナル抗体の形でなどをいくつかの形にして投与される。受動的な移動は、例えば低眼マグロブリン血症のような免疫不全症の場合で予防的に用いられている。これは、急性感染症のいくつかの方の治療や中毒の治療にも用いられている。受動免疫によって誘導される免疫はごく短い期間しか続かないもので、 可能性のあるリスクとしては、特に人由来のガンマグロブリンによる過敏症反応、血清病である。受動免疫の人為的誘導は一世紀以上も感染症を治療するのに用いられてきた。そして、抗体はまだ姿を見せていなかったので、しばしばある種の感染症の唯一の特異的治療であった。免疫グロブリン療法は、1930年代まで、また、 抗生物質サルフォナマイドが導入された後も、重症呼吸器感染症の治療において、第一線の治療法であり続けた。細胞性免疫の受動的あるいは適応的移動は、ある個人の感受性のある、あるいは活性化した T 細胞を他人に移すことで付与される。これは、人では滅多に行われない。組織適合性のあるドナーが必要とされることが、 しばしば困難であることによる。不一致のドナーを用いるとこの方の移動は重篤な移植変態宿主病の危険をもたらす。しかしいくつかの癌の方や免疫不全を含んだ病気の治療には用いられてきた。骨髄移植では増血性幹細胞が移されるので、この方の移動はこれと異なっている。 免疫応答が病原体の感染から始まり、能動的な免疫記憶を形成して維持される、時間的経過。B 細胞と T 細胞が病原体によって活性化されると記憶 B 細胞及び T 細胞が産生される。動物の生涯にわたって、この記憶細胞は、遭遇したそれぞれの得意性のある病原体を記憶しており、その病原体が再び感知されると、 強い応答を繰り出す。この方の免疫は、能動的かつ体の免疫系が、将来の接触に対して準備するので適応的である。能動免疫はしばしば細胞性も体液性も含み、自然免疫系からの入力も含む。自然免疫系は、誕生時から備わり経験の有無に関わらず、病原体から個人を防御する。しかし、 適応免疫は感染あるいは免疫処置がなされた後だけ発動するので生存中獲得されるものである自然に獲得される濃度免疫は人が生きた病原体に接触した時に起こるそして初回免疫応答が起こされ免疫記憶の保持に至るこの方の免疫は人為的でないので自然である免疫系の機能の多くの異常は 能動免疫の形成に影響を持ち得る。例えば免疫不全と免疫抑制において見られるように、人為的獲得能動免疫は抗原を含んだ物質であるワクチンによって誘導できる。ワクチンは抗原に対する初期応答を刺激し、病気の症状は起こさない。ワクチン接種という言葉は、エドワード・ジェンナーが考え出し、ワクチン接種における開拓者的研究に鑑み、 ルイパスツールもそれに合わせた。パスツールの用いた方法は、それらの病気の感染性病原体に対し、それらの病原体が重大な病気を起こす能力を失うような処理をする必要があった。パスツールは、ジェンナーの発見に敬意を表して、ワクチンという名称を一般名として採用した。パスツールの研究は、ジェンナーの上に構築された。 1979年の天然痘撲滅以前のワクチン接種呼びかけのポスター。上から新年にあたりワクチン接種をしましょう。天然痘ウイルスに対する今すぐワクチン接種を、などとある。1807年バイエル人たちが兵役動員のために必要な天然痘に対するワクチン接種の最初のグループとなった。 天然痘の広がりが戦闘に関与していたため、その後の戦争の広がりとともに、ワクチン接種の試行は増えていった。伝統的なワクチンには4型がある。大部分のワクチンは、消化管からの吸収はあまり期待できないので、非下注射で行われる。ポリオ、腸チ,チフス、およびこれらの弱毒性ワクチンは、腸をベースとした免疫を付与するため傾向的に与えられる。 ありがとうございます。